エージェン・アブグストビジ・ベルク、民族名エージェンス・スベルクスは、ラトビア人の軍人、革命家であり、26人のバクーコミッサールの一員である。1892年、ロシア帝国リフラント県リガに、領主の子として生まれた。1913年に、ロシア帝国海軍へ入隊し、バルチック艦隊で乗務。第一次世界大戦時は、戦艦。 セバストオポリに乗務した。2月革命後には、艦隊のボルシェビキ指導者の一人となり、第1回及び第3回バルチック艦隊中央委員会メンバーと、海軍中央執行委員会メンバーも務めた。同1917年7月には、ロシア臨時政府によって逮捕されている。10月革命の際には、船員の反乱を指揮し、艦を東急襲撃に参加させた。 同時期より海軍革命委員会メンバーとなる。その後も、ウラジーミル・レーニンの指示により、アナトリー・ゼレズニャコフ、ニコライ・ホブリンと共に、モスクワ派遣軍を指揮し、ベルゴロド、ハリコフ、チュグエフでも戦い、ベルゴロドでは、ラーブル・コルニーロフの軍を破った。翌1918年4月に再編された、カスピ海艦隊へ派遣され、夏には、 カフカース赤軍通信司令官及び軍事革命委員会メンバーとなり、バクーコミュームをドイツ帝国軍とオスマン帝国軍の双方から防衛した。しかしコミュームが崩壊すると逮捕され、他のコミューム製員らと共に9月20日に銃殺された。ありがとうございます。